アンジェロ・セッチ・アンジェロ・セッキは、イタリアの天文学者にして、イエズスカイ氏、レッジョ・エミリアで生まれた。コレジゅロマーノで学び、1839年に、講師となるが、ローマ共和国の革命で、イエズスカイは追放され、セッキは1848年に、イギリスに逃れストーンハースト天文台や、アメリカのジョージタウン大学に移った。1849年に、ローマに戻り、 オデージョ・ロマーノの天文台台長となった。1870年代にスペクトル型により構成を4つの種類に分類するという仕事のパイオニアであったが、石器の分類は荒かったため、構成の分類はハーバード大学の分類法が広く用いられることになった。1858年に火星の地図を制作し、その模様にカナリー・アトランティコと名付けた。 石器や序盤にスキアパレッリが用いたイタリア語のカナリーが英語のコンアルズと翻訳されたことでパーシバル・ローウェルらによる火星の運河の存在の議論の端所を作った。彼の功績にちなみ月のクレーターや月の山に石器の名前が付けられた。天文学以外の分野では湖や海の透明度を測定する道具を開発した。これは石器板と呼ばれる。ありがとうございます。